通信のラインを確保したものの、緑はあかん、線をさせない。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。誰もがスマホを持っているので、姿を消しつつあるのが公衆電話です。一言で公衆電話といっても、公衆電話には違いがあるんです。それが色なんです。ピンクの公衆電話はダイヤル式、緑の公衆電話はプッシュ式、そしてグレーの公衆電話はデジタル式になります。このグレーのデジタル式公衆電話には特別な機能が搭載されています。それはアナログ端末やデジタル端末を接続してデータ通信ができる機能なんです。モジュラーケーブルを差し込める接続口が用意されてますので、そこへケーブルを差し込んでラップトップパソコンなどの端末と接続して通信ができるんです。ちなみに音響カプラを使用すればどんな公衆電話でも通信できますが、デジタルで通信できるのはこのグレーの公衆電話だけになります。とはいえ今では設置台数も減ってしまってるので、見かけること自体ないかもしれないですね。今回の短歌は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室短歌部でした。